やってきました、スシロー。今ね、スシローさんはね、ほら、ただいま例でのお寿司提供を抱えております。例のね、ペロペロペロ、あれからね、スシローさん例にお寿司が回らなくなっちゃいました。非常に残念です。ということで、タッチパネルで注文してきます。スシローさんね、本日から平日限定で2月17日の金曜日まで 10% オフやってます。ご来店ありがとうございます。店頭、お電話、SNS でお客様に温かいお言葉で応援していただき、スタッフ一同元気をいただきました。まあこれはね、ペロペロペロでね、スシローさんがね、非常に迷惑がかかって炎上してしまってね、それから、まあ、今日に至ったわけですけどね、本日は感謝の気持ちを込めて全商品 10% の割引を行っております。ぜひたくさん食べて楽しい時間をお過ごしください。今後もお客様のために精一杯努力してまいりますと。店内飲食お持ち帰り全品 10% オフということでやってます。それでは注文していきます。まあ、とりあえずちょっとね、先に食べたいの食べます。はい、シーサラダ、はい、シーサラダ5個注文します。私は桃色のお皿みたいです。はい、いつもね、シーサラダで、ね、最後に食べるんで、巻物ね、順番に食べるとね、最後の方になっちゃうんで、今日は先に食べます。これうまそうだな。ブリトロ、漬けブリトロもです。これも一つ食べ比べてみますか。焼きサバだって、これ食べてみようかな。まもなくご注文いただきました商品が到着いたします。このね、取るスペースもね、すごく狭くなったね。起きた、やばい、取れるかな。やばい、やばいね、これね、スペースがすごく短くなっちゃったからね。すごい、今5個連続だったらね、取りにくくてやばかった。なんかウニクリーミーコロッケだって。頼んでみようかな、ウニクリーミーコロッケね。これいいじゃん、サーモン3貫盛り自家製ホタテフライ握りだって。うまそうじゃん。おっ、これも新しいの、トンテキ握り。あとはね、とりあえず1回注文。漬けマグロ、これ3つぐらい頼んでみようかな。まあ2つにするか。まあ今日はね、もうね、あんまり高いのは頼みません。はい、来たよ来たよ、いろいろ来たよ。さあ、それではいただきます。もうとりあえずね、はい、シーサラダ5個頼みました。シーサラダから食べていきます。これが私の大好物。いただきます。うん、うん、シーサラダめちゃうま。5個は頼みすぎたかも。うまいね。続きましてこちら、初めて食べるトンテキ握り、どうでしょう。いただきます。うん、うまいうまい。肉厚でね、食べ応えバッチリ。焼きサバ食べてみます。これがね、ブリトロとね、漬けブリトロね、食べ比べてみます。そういう、はい、ブリトロね、漬けブリトロ。これはね、自家製ホタテフライ握り、なんかうまそうだったんで頼みました。タルタルたっぷり、うまいね。こちらウニクリーミーコロッケ、どんな感じかな。クリームが詰まってる、やけどしそうな厚さ。
ま、生き締めまだい。これもうまそうだね。あ、うま。うん。シーサルだ。やばい、シーサルだ、頼みすぎた。2皿でよかったな。5皿は多かった。でも美味しい。はい、シーサルだ。ラスト。はい、漬けマグロ。匠の漬けマグロね。もちもちっていうか、ネトネトしたマグロの美味しさが出てるね。サーモン三点ミリとサーモンチーズ。これは生サーモンかな。トロサーモン。これジャンボトロサーモンね。うまそう。うん、うまい。はい、サーモンチーズ。はい、お腹いっぱいになりました。完食でございます。ごちそうさまでした。本日はね、じゃん、16皿です。大体普通に食べるとこんなもんです。30貫ぐらいか。大体これでお腹いっぱいですね。あんま無理しては食べないですけど、お会計してみますか。ご来店いただきましてありがとうございます。いくらですか。さっき感謝しております。ありがとうございます。後ろでは皆様に安心してお食事していただけるように、お寿司はもちろんのこと、食器、お会計1598円でした。え、めちゃくちゃ安いじゃん。ってことは、お客様はお近くのスタッフまでお申し付けください。1皿100円。さらに温かいお言葉で応援していただき、しないってことか。スタッフ一同お客様に元気をいただきました。恐るべし。本日は感謝の気持ちを込めて全品 10% の割引を行っております。めちゃくちゃ安い。今後もお客様のために精一杯努力してまいります。本日のご来店誠にありがとうございます。感謝の気持ちをね、店内放送流れてます。まあ、感謝の気持ちを込めてね、 10% オフということなんですけど、すごいな、本当に。16皿ですね。1600円いかないってことはね、1皿100円未満でした。ということでね、本日は静岡県掛川市のスシローさんからでした。バイバイ。